皆さんこんにちは静岡県健康福祉部の後藤です本日11月11日の県内新規感染者数は1,700人ということでこの1週間1万1,100人余りの方が感染しています1週間前と比べて1.3倍のペースで増え続けていますそこで入院患者さんも270人ぐらいまで増えてきました また病床の埋まり具合占有率も40%のコロナ病床が埋まってきていますこうした感染の再拡大と病床の逼迫を見て県は本日11日から感染再拡大警報に引き上げましたこれは1.4倍ぐらいの上昇が1週間ぐらい続いた場合に発令されます。3日からそういった状況が ついていますこれは医療逼迫の恐れが高い感染急拡大のお知らせになります今現在本日発令の感染再拡大警報と10月1日から発令中の医療逼迫注意報2つが出ていますで、こうした状況でまたインフルエンザも流行ってくる かもしれませんので、ぜひ年内のうちにオミクロン対応ワクチンとインフルエンザワクチンの接種、また解熱剤や風邪薬の購入、コロナの検査をしたい方はコロナ検査キットの備蓄をお願いします。また熱が出て喉が痛い時にも食べたり飲んだりできるお好きな食べ物、飲み物の備蓄、さらには頭を冷やしたりする氷枕などの準備をぜひお願いします。